名誉毀損の罪で国際手配かけますかドバイ逃亡中のガーシーを直撃3月16日ネット配信を通じて著名人を繰り返し脅迫する常習的脅迫などの容疑で警視庁はガーシーこと東谷義和容疑者に対する逮捕状を請求したそれから6日後ドバイ滞在中の東谷容疑者は ノンフィクションライターの石戸聡氏によるオンライン取材に約1時間にわたり応じた日本に帰らない選択をした理由すでに東谷容疑者は UAE= アラブ首長国連邦に長期滞在できるビザを取得パスポートの返納命令が出たとしてもすぐさま不法滞在とはならず 有料オンラインサロンガサイルデータ収入で彼の地での暮らしを謳歌し続けるつもりだと語る常習的脅迫といわれてもね真実を伝えているだけなので今回の捜査は完全に茶番だなと既得権益を持っている人間が動いているんだろうなって風には認識していますだってこんなたかが名誉毀損の問題で国際手配しますか 通常、警察担当の記者からもいろいろ聞きましたけど完全に国策で動いているって言い方をされたんでわけわからん容疑をいっぱいかけられて再逮捕再逮捕となったら刑務所入ってるんと一緒やなと思って日本に帰らない選択をしました警察への対応はどうするのかどっかのタイミングで僕は警視庁に電話しようと思っています 捜査はどうなっているんですかともちろんネットで配信しながらね配信しながら電話かけますよこれ切らないでくださいね今配信して何万人も見ていますからちゃんと対応してくださいと警察にも言います悪党にしか裁けない悪党がいる警察の聴取に応じない理由は弁護士同行のもとであれば聴取受けますよと何度も言いました あとはズームでもできるじゃないですかズームでやりましょうよとでも現場の刑事さんには断られたって状況ですなぜ人気を得たと考えているか今の日本社会に対してみんな納得いってないからじゃないですかまっとうなことを言う人が減ったし真実を伝える人間がいないから 昔と違ってやっぱり SNS が普及したせいでマスコミを含めて真実を伝えてないことがわかるようになってきたじゃないですかいわゆる権力者に対して僕は引かないんでやっぱりこうあんまり好きじゃないんですけどもダークヒーロー的な見方をされている気がしています正義の見方なんか気取るつもりもないしまっとうに生きてきたわけでもないってわかっている 悪悪党党にしか裁か裁れへん悪党がおるとということですよ結局昨年の参院選で28万票を獲得し国会議員となったガーシーなぜ国会議員ガーシーは誕生したのか4月10日発売の「文藝春秋」5月号では石戸氏によるノンフィクション「ガーシーとは何者か」を掲載する。 前 NHK 党党首の立花孝氏へのインタビューに加え、東谷容疑者の反省、アテンド、行などを取材し、ガーシーの実像に迫っている。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。あなたの疑惑が名誉毀損だけだと思っているのなら、なぜ帰国して国会で弁明しなかったのか名誉毀損だけだったらまず逮捕されないし。 仮にその訴えが認められても罰金で済ませられますそれなのに長期滞在ビザまで手配してドバイに逃げたまま帰らないというそういった矛盾に自分で気がつかないわけがない今後ドバイの地からどんな弁明をしようが信用はされませんどっかのタイミングで僕は警視庁に電話しようと思っています捜査はどうなっているんですかと もちろん、ネットで、配信しながらね。配信しながら電話かけますよ。これ切らないでくださいね。今、配信して何万人も見ていますから。ちゃんと対応してください、と警察にも言います。こういうやり方が身を滅ぼしたと思うけどね。警察は一言、逮捕状が出ています。言いたいことは出頭してから言うように、でよいと思います。 悪いことして逃げてる人に好き勝手させないためにも警察には頑張ってほしい。